はい、どうもはい、楽しい週刊の時間ですよ。今日はこちらでございます。はいはいはい、ジャンボフランクフルトファミリーマートさん、鮭焼いたやつ、卵、海苔入れて巻いたやつです。いただきます。こちらです。あっ、健康茶です。葉っぱまで飲むから健康茶です。葉っぱも一緒に飲むと健康にいいらしいです。いただきます。よくできたんじゃないでしょうか。うん、うん、あ、いいね。うん、うん、うん、いいじゃない。うん、このこれも、あー、おいしい。作り方は、あー、いつもと一緒ですよ。あの、天才味付けたもやきと一緒。この2つ、焼いてフライパンにエキス残したまんま、卵をポンポンポン、今日4つ割って入れまして、カシャ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 、うおーん、ビロン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 って、今回はね、いつもはもうそのまま向かって混ぜてこうやってやるんですけど、今日はカシャカシャカシャ、ワン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 ってこうフライパンにそのまんま広げて、その上に海苔1枚ポンと乗せて、あとはそのままくる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 って巻いただけです。ただそれだけだから、ちゃんとしてない、でもちゃんとしてます。美味しいです。あ、こればっか食べてんの、しゃっけ。あ、くるっと回そうと思ったんだ、くるっと回そうと思ったんだ、こうしようと思ってたんです。しゃっけ、うん、やっぱ美味しいね。うん、やっぱ鮭美味しいね。うん、最高だね。フランクは、単品でチャレンジするのもいいけど、あのつくねとかアメリカンドッグみたいにね、小おかずとしても優秀だな、かなり。おかずとしてもかなり優秀だ。本当にありがとうございます。
チキビご飯がまた美味しい。のり巻きの卵焼き、僕はこれ初めて作りましたけど、んなね、第一回目にしては悪くない出来じゃないですか。見た目も味もね、なかなかいいじゃない。まあ、でも作り方ですから、これ以上うまくなるとか見た目が良くなるとかそういうこともないんでしょうけどね。あれはないでしょう。ちょっと今この鮭の握りをねちょっとやってますからね。やってますよ今。フランクフルト、チャレンジのフランクフルト、鮭、海苔巻いた天才味付けたもやき、もちきびご飯、今日もとっても美味しかったです。あ、卵4個使ったやつ、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、また明日。